ちは、かっちゃんでーす。皆さん、夏休みいかがお過ごし？いやー、あれですね、夏休みですね。学生のみんな、夏休みですね。夏休みっていいね。今日はミスタードーナツさんでまた新しいドーナツ出てたので買ってきました。ミスタードーナツドーナツポップ、今回このカップに入った16個入りを買ってきました。今日はこちらを食べていきたいと思います。それでは早速開けていきましょう。エンゼルクリームボール、ポンデストロベリーボール、オールドファッションボール、チョコファッションボール、ココナッツチョコレートボール、ゴールデンチョコレートボール、一口サイズのドーナツが6種類、自分で選んで買うことができます。組み合わせは自由なので1種類だけで16個買っても大丈夫なようです。可愛いピックにつける紙みたいなやつももらいました。はい、じゃあ早速食べていきましょう。なんかね、こんな感じのピックにね、つけるパーティー用紙みたいなのがついてました。これを1個こうつけてみようか。ウィッシュ。こんな感じのイラストになってます。食べよう食べよう。なんか昔ミストに D ポップってあったじゃないですか、あれみたいな感じですね。ドゥス、エンゼルクリームボール。うん、このジュボジュワーンってくるこう生クリームの感じ、うまし。ほんとね、大きさは一口サイズです。めっちゃちっちゃいよ。もうなんか瞬殺ですね。ドゥス。ほんでストロベリーボール。うん、もちもち生地の外にあいちごのチャック、あイエーイ。次はですね、ドゥス、オールドファッションボール。安定のオールドファッション。ドーナツ自体は本当売れ筋系のドーナツで、ちっちゃくして作ってあるので当たり外れがない感じのドーナツになってます。ミルクたっぷりメロンラテ。あー、次はドゥス、チョコファッションボール。チョコがかかったオールドファッション。ドゥス、ココナッツチョコレートボール。じゃあ次はこのゴールデンチョコレートボール。うちなんかね、このチョコ生地の周りにこういうなんかついたやつ、ゴールデンチョコレートボールとかココナッツチョコレートボール系があんま好きじゃないので、エンゼルクリーム系とか、これね、このポンポンリング、もちもちポンポンポンリング、この2つ結構個人的に好きでございます。ということで、夏休みとかにみんなでこうワイワイ食べるのにもすごい一口サイズもいいサイズだし、ちょっとお腹が空いた時に手軽に食べれるような美味しいドーナツでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はミスタードーナツさんのドーナツポップを食べてみた動画でした。ほんとドーナツは売れ筋のドーナツが入っているので、すごい安定した美味しさでした。で、かつこう一口サイズで自分でね、好きに選んで買えるので、皆さん気になる人、好きなドーナツ選んで買いに行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイミソー。